昭なホットスポットとは、大西洋中央海嶺の南端部に存在するホットスポットである。ただし、その正確な位置に関しては、諸説ある。なお、メテオホットスポットとも呼ばれる。地球上の主なホットスポットの位置。この図では27番が昭なホットスポットである。ちょうど大西洋中央海嶺の南端部に位置することが見て取れる。 小なホットスポットの正確な位置については、2012年、現在も議論が行われている。ハートナディとルロックスが1985年に発表したところによれば、大西洋中央海嶺のすぐ西に存在する小な、ヤマの真下にあたる、南緯54度30分整形6度00分、南緯54.5度整形6.0度、 マイナス54.5マイナス6.0に小なホットスポットが位置するという。しかし、おコーナーとダンカンが1990年に、さらに、モーガンが2007年に発表したところによれば、小な海霊の東端の所なら合図付近に当たる。難易51度24分統計1度00分。難易51.4度統計1.0度。マイナス51.41.0に小な。 ホットスポットが位置するという。そこで2012年におコーナーやるロークスたちはより単純に考えて三山の列が開始されていると見られる地点である。何位56度06分統計1度00分、何位56.1度統計1.0度、マイナス56.11.0に小なホットスポットが位置するとしてはどうだろうと提案している。 小なホットスポットの存在は1985年にハートナディとルロークスによって初めて報告された。この付近にはメテオライズとケープライズと呼ばれるミヤマの列が存在するのだが、この海山の列の成因を付近で他に知られていたホットスポットであるブーベホットスポットと関連づけるのは無理があった。それゆえに大西洋中央海嶺の南端部付近に 未知のホットスポットが存在するであろうことが予想されたのである。ダグラス、シリングフォンティグー2999、3.3、ショナ・レギオン、P2946、モーガンモーガン2007、ピアニッシモ、17、18、オコーナーへ通る、2012、フィグ、1、P1 ハートナディ、CJH、ルロックス、AP、P サザンオーシャンホットスポットトラックスザセナゾークアブソリュートモーションオブザアフリカンアンタークティックサウスアメリカンプレーツアースプラネタリーサイエンスレターズ75245257ドイ10.10160012から 821X9106 から2ありがとうございます